テラスモール湘南は神奈川県藤沢市辻堂館内一丁目の湘南 CX 内に立地する複合商業施設である。事業主は特定目的会社湘南インベストメントで重商アーバン開発株式会社が運営している。辻堂駅北口に2011年11月11日にオープンした商業施設。湘南地域最大級の大型ショッピングモール。 辻堂駅北口と歩行者デッキで直結している。関東特殊成功本社工場跡地を再開発する湘南 CX の中核の A-1 外区に当たり、湘南地域最大の道モールは CX 事業の目玉とされている。2007年春に発表された当初計画は、地上5階地下1階建て総床面積も約20万平方メートルであったが、 リーマンショック後の不況の影響で地下駐車場をなくす登規模が縮小され完成も当初の予定より1年3ヶ月遅れることになった。建物は地上4階建てで延べ床面積17万平方メートルとなった。上層階へ向かって段球場に外壁を交代させて緑を配置した緑の丘をイメージした建物となっている。人々が集う丘をコンセプトに 相模湾に面した湘南エリアの特徴を生かしつつ、ファッションを中心に、世界初や日本初、出展、神奈川県内初出店の36店舗も含め281店舗が出展している。当館に109シネマズが出展することの影響を受け、2010年8月31日に藤沢中央が閉館することとなった。開業前の想定では、東は、 大船駅から西は小田原駅までの範囲を証券として、初年度売上高400億円を目指していたが、横浜市内や静岡県内からも集客して、初年度は来館者数約2370万人で、売上高は約509億円。2013年度の売上高が約522億円で、神奈川県内のショッピングセンターでは、ラゾーナ川崎プラザに次いで2位となるなど、 順調に集客と売り上げを伸ばしている。集客力が想定を上回ったため、平日の夕方や休日には、周辺の道路が渋滞し、辻堂駅北口を発着する、路線バスの遅延の慢性化などの弊害も生じている。主要施設の営業時間は、スーパー、コンビニエンスストア、映画館、飲食店を除き10時21時となっている。フロアは各階ごとに、 個別のコンセプトを持つ。確定テナントの詳細は、下記の公式サイト、ショップガイドを参照。ありがとうございます。